おはようございます。誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。昨日のこと、大阪梅田のライブハウスハードレインさんから可愛い手ぬぐいが届きました。これはハードレインさんのホームページで呼びかけている支援グッズの一つなんですがね、まあ我が家にはパンチ小三郎という犬猫もおりまして、そして僕はうさぎ年ですのでね、まあ計らずも非常に僕に相性のいい手ぬぐいが届いたなというふうに思っておりまして、まあ加納店長、温かいメッセージとともにありがとうございます。この手ぬぐいはですね、ハードレインさんのホームページに紹介されている支援グッズの一つなんですが、まあこうして支援グッズを呼びかけたりとか、または投げ銭ライブ、無観客配信ライブでも投げ銭ライブを、投げ銭をお願いしたりとかしてですね、なんとかこのコロナ禍を苦境を乗り切るべく、ライブハウス、いろんなところでホームページや、もしかしたらツイッターとかフェイスブックとか、まあもしかしたら YouTube でもですね、呼びかけているというところがたくさんあるかと思います。僕らの仕事っていうのは本当はダイレクトにですね、歌で元気とか、喜びを与えるのが僕らの仕事だと思うんですが、それがなかなかですね、今直にかなわない中でこうやって工夫してやっています。まあ僕もこのサラバンジャーよりもやっている一つはですね、やり始めたきっかけはですね、なかなかツアーに行けない中で、まあ僕も力をつけてまた各地の皆さんに会いたいなと思って始めたのがこのサラバジだよりという、YouTube チャンネルですのでですね、皆さんぜひですね、この苦境を乗り切ってですね、元気にお会いできる日を楽しみにしてますので、どうぞ皆さん千葉りを頑張っていきましょうね。はい、お待ちしておりますよ。はい、山田バサラ、昨日もこのサラバジだよりで少しお伝えしましたが、配信ライブが決定いたしました。8月29日の日曜日、もうずっとこのコロナ禍お世話になりっぱなしのライブハウス、沖縄市ライブハウスジグザグで、山田バサラと、そしてゆうたろうくんと、僕は初めての共演、いのりさんという女性のアーティストと3組で沖縄からお届けすることになっております。ぜひ皆さんですね、会いに来てください、見に来てください、お待ちしております。またこの、サラバンジだよりで情報、いろいろ詳細が決まりましたらですね、随時お伝えしていきますので、まずは8月29日日曜日の夕方、山田バサラ、ゆうたろうくん、そしてイ・ノリさんのスリーマンライブ、お待ちしておりますので、ぜひぜひお会いしましょう。ということで、サラバンジ。